北厚し、北厚し、北厚し、1988年11月26日体は、石川県小松市出身の元プロ野球選手、外野手、内野手、右投げ左だ。石川県立小松工業高校では1年秋からエースを務めた。最速時速145キロメートルのストレートに、スライダー、カーブを投げる。投手でありながら、 高校通算32本塁打を記録した。2006年の NPB 高校生ドラフト会議で、横浜ベスターズから投手として一巡目で指名。田中正宏への重複指名に伴う抽選で、交渉権を逃した末の再指名であったが、契約金7、0円、年俸720万円、金額は推定という条件で入団した。入団当初の背番号は43。 当時、湘南 c スと称していた2軍で、イースタンリーグ公式戦17試合に登板。2勝4敗、防御率4.84という成績にとどまったが、対北海道日本ハムファイターズ戦では3イニングをげて、8奪三振を記録したこともあった。春先に右肘の疲労骨折が判明したため、6月に手術を受けた。また、上記のように、 打撃面でも高い評価を受けていたことから、投手として一軍公式戦へ登板しないまま、周期キャンプから内野手へ向きした。湘南の一員として、イースタンリーグ公式戦92試合に出場。86試合で三塁を守ったほか、18個のギダを記録するなど、器用な一面を見せた。また、札幌ドームで開かれたフレッシュオールスターゲームにも、 同リーグ選抜の内野手としてプレー実際には運送業者の不手際によって湘南のユニフォームが札幌ドームに届かなかったた同ドームが一軍の本拠地である北海道日本ハムファイターズの練習用ユニフォームを借りて出場した。イースタンリーグ公式戦で筒が里氏とと並んでチームトップの102試合に出場すると、 最終規定打席到達者として、リーグ2位の打率。320、リーグ3位、本塁打を獲得した筒がに次いで、チーム2位の14本塁打という好成績を残した。守備面では、2塁と1塁を中心に守ったほか、外野の守備にも挑戦。9月25日のには、横浜スタジアム対中日ドラゴンズ戦3回裏に、投手時代には経験できなかった一軍公式戦上の、 デビューを代打で果たした。一軍公式戦全体では、8試合の出場で打率。214にとどまったが、9月30日の対、阪神タイガース戦、阪神甲子園球場では、6番、左翼手として、初めてスタメンに起用。その一方で、当時27歳の女性と結婚すると、8月に第一子、長女を授かった。一軍の主軸打者だった。 ターメルスレッジの先々2月を機に、出場選手登録を果たすと、8月23日の対、広島東洋カープ戦8回表の打席で、一軍公式戦の初打点を犠牲フライを記録した。一時はスタメンに名を連ねていたが、9月の登録抹消後は一軍から遠ざかったため、一軍公式戦への出場は12試合にとどまった。春季キャンプ序盤の2月6日に、 登録ポジションを外野手に変更。公式戦の開幕を初めて1軍で迎えたが、1軍公式戦への出場をわずか2試合、1打席でシーズンを終えた。2012年11月15日に土屋健治との交換トレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍した。背番号は交換相手の土屋が着用していた37。 1>, 1軍で迎えた春季キャンプ中の2月16日に、古巣、横浜 DNA ベイスターズとの練習試合で、1回に左肩の関節を脱球。後の診断で全治に4週間を要することが判明したため、公式戦の開幕に出遅れた。イースタンリーグの公式戦では、44試合の出場で6本の本塁打を放つ一方で、打率が206と低迷。 結局、一軍公式戦への出場機会はなかった。前年から一転して、一軍公式戦で自己最多の29試合に出場。打率が275に達したほか、5月28日の対東京ヤクルトスワローズ戦、明治神宮野球場9回表に1、軍公式戦初本塁打を、ソロ本塁打でロックしたことを皮切りに、2本の本塁打を放った。 一軍公式戦に試合に出場。唯一の打席で三振に倒れた一方で、ダイソーとして一得点を記録した。2015年6月10日に、矢野健二、綱永秀樹との交換トレードで、矢野木俊之と共に、読売ジャイアンツ、巨人へ移籍した。移籍を機に、背番号66を着用したが、移籍後は一軍に上がることなくシーズンを終えた。 イースタンリーグ公式戦で開幕直後から、好調だったことを背景に、4月9日の対、中日ドラゴンズ戦、名古屋ドームで、7番、左翼手として、スタメンで移籍後初の一軍公式戦出場。一軍公式戦では、自身2年振りの安打も放った。一軍では3試合の出場で5打数1安打。イースタンリーグ公式戦では94試合の出場で打率。270。 8本類二29打点を記録。シーズン終了後の契約交渉では、4月13日の出場選手登録抹消後に一軍から遠ざかったにもかかわらず、推定年俸850万円、前年から80万円増という条件で契約公開した。イースタンリーグ公式戦67試合の出場で、打率、275、5本類二28打点をマーク。 しかし、一軍公式戦への出場機会がなかった。10月7日には、二軍のイースタンリーグ優勝で臨んだ広島とのファーム、日本選手権、10月7日、宮崎サンマリンスタジアムで、3点ビハインドの9回裏、西から代打に起用。しかし、20へのゴロで、ゲームセットを迎えると、試合後に、球団から戦力外通告を受けた。11月24日に、 現役引退を表明。巨人の球団職員に転身。2018年からは、自身と同じく戦力外通告を受けて、現役を退いた藤村大輔と共に、球団が運営するジャイアンツアカデミーでコーチを務める。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。